今回の現場はゴミ屋敷住人の方が孤独死でお亡くなりになったとのことで、ゴミ屋敷清掃兼特殊清掃のご依頼をいただきました。今回物件オーナーである不動産管理会社がご依頼主なのですが、通報を受けた警察が部屋の中の状況を確認するために扉を開いたその時に一緒にその場に居合わせたとのことでした。その時のお話では、この扉を開けると中から強烈な匂いがして、警察の方からこれは中に入らない方がいいと第一声で言われたとおっしゃられていました。皆さんはセルフネグレクトという言葉をご存知ですか？セルフネグレクトとは、生活環境が悪化しているものの改善しようとする気力を失い、周囲に助けを求めない状態を指します。そしてそれはゴミ屋敷や孤独死を招くことも多いとされています。今回はそんなセルフネグレクトだったと思われる方がこちらのゴミ屋敷で孤独死をなされたとのことで、不動産管理会社さんよりご依頼を受けて片付けを行います。無理や。これ何やろ。何の駅でしょう。まあ、気がついたんですけども、これだいたい袋に入ってるのが。多分おそらく排泄物、細かく袋に一つ一つ入れて貼りますね。結構な数あるんで相当だと思います。で、なぜこのようにして袋に入れたり排泄物をしてるか考えると、やっぱりここお手洗いがあるんですけども、もう完全に使えない状態、まあ、要は開かないですよね、ゴミがあるので。なのでもうどこかに入れるかって考えたら、多分袋になったんでしょう。それがまあもうするとこの下にありますので、相当な数があると思います。ぎっちり締めてるから匂わんのかな。絶対そうですよ。お話聞く限りでは、ご遺体はちょっと遺廃、まあ、腐敗が進みかけてたと、もう進んでたのか、多分本当に最初の段階だと思うんですけど、まあ、上の部分も避けていくと、もう見ての通りこう、まあ、おそらくもう排泄物だろうっていうものがたくさん出てきたので、もうその体液なのかもうわからない状態まで、下の地層がこんだけ
まあ、排泄物でいっぱいと。いうところ、多分おそらくこれがもうずっと向こうの奥の部屋までなってるんじゃないかなと思います。なんかおしっこないですね。そうなんです。多分だからもうその辺にしてしまってる可能性も。床がもうべちゃべちゃなんで。この袋に下がって、床まで行ってるパターンかなと。袋がもうびちょびちょなんで。水道生きてるってことはトイレも生きてるんですね。そうですね。ただ色濁ってるんです。錆びてるのかな。あ、蛇口の。透明ではないですよね。ちょっと。日記みたいな感じで。いや、6時10分。グイローなし。家電なし。スリ見てない。お、3時48分。またな、またなしげ。今までで一番きつい長い。あ、綺麗。飲料ばっかりですね。2016年の4月。まあもうだいぶ古いですね。冷蔵庫ずっと開けてなかった。そうですよね。もうお風呂も使ってない。この黒いのは。黒いのは。服かな。服っぽいタオルかな。ちょっともうだいぶカビカビになってしまう。これ水は流れるんですか。水流れると思います。流れました。昔の鏡ですね。ちゃんと僕映ってるんで綺麗ですね。めちゃめちゃレトロな。いつのやつやろ。リカちゃんの家具セット。中どう。ちょっと開けてみますね。うわ、この手袋。あ、入ってますね。お、揃ってる。今はもちろん使われてない古銭ばっかりなんで、まあでも珍しいですよね。では、ただいま作業が清掃が終了いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご依頼主様である管理会社様に来ていただきました。今回、はい、どのようにしてお亡くなりになったことが分かったのでしょうか。最初は、はい、の
生活不能だから、連絡が取れないと、はい、電話がかかってきたのと最初に会います。お家賃の対応もあったので電話をかけてみたんですけども繋がらないし、お家に来てみてもお子さんがいないので、それで飽きかけます。連絡取れなかったらなんでだろうってなりますもんね、はい。その方はどんなお仕事されてたかとか分かりますか？生活保護を受給されてたので、そのお仕事はされてない。普段からその近隣さん、まあ、お隣さんとか下の階、上の階の人とか、何かこう問題とかって生活ではあったんでしょうか？ゴミがたくさんあったので、匂いとかかなりあったなっていうのが、まあ、問題というか。それは最近の？でも、なんでもないですか？うちのスタッフが少し片付けてるんですけれど、はい、お亡くなりになられた方のお年齢はちなみにおいくつ？58歳の女性。お風呂も入ってなさそうな。そうですね、年齢が過ぎたので許されなかったと思うので。ありがとうございます。以上になります。ありがとうございます。